私は本当にまだ経験が浅くてペーペーなんですけれども、まあ、地方から唯一出てきたのでぜひ地方から一人ということで今日は意見陳述をさせていただきました。内容ですが、2011年にちょっとフリーランスライターとしてちょっと取材をしていて、佐賀県のやらせメール問題がちょうど発覚した時にフリーをさせていただいたので、その時にその宮殿と経産省であったり佐賀県知事がやらせ発言をして、それを宮殿の子会社の社員の方が新聞赤旗の方に内部告発して、その問題が発覚したという経歴がありまして、特定秘密保護法が執行されることによってそういう内部告発であったりやらせ問題が今後この社会に出ていきにくい状況が起こることがとても懸念されています。私もフリーランスとしてやっぱり記者会見にはなかなか出させてはいただけませんでしたし、今もその状態は続いています。そういう差別化がある中でフリーとか記者クラブに入ってないメディアがこれから報道規制が厳しくされるっていうことが懸念されますが、そういう内部告発というのはフリーを特に頼ってしてくださる方も多い状況の中で、フリーのメディアが規制されることはとてもこれからその国民の知る権利にしても情報取材をする報道の自由にしても大きな問題になるというふうに今日は意見述させていただきました。からもよろしくお願いします。